いつもお世話になっております、レコグでございます。さて今回ですね、こちらのスマホゲーム太陽の勇者というゲームをですね、実況プレイさせていただきたいと思います。こちらのゲームですね、一言で表すとすると、まあパズルとサウンドノベル、その2つのゲームの融合といったゲームですね。じゃあ早速ゲームをプレイしていきましょう。まあおいおい説明していきます。はい、というわけでこちらのゲーム画面になるんですけども、まあ基本的にはこのストーリーを進めながら、まあストーリーを進めていくというゲームですね。でまあこのゲームですね、ストーリーがとにかく凝っていてですね、まあ公式にも書かれているんですが、なんと10万文字を超えるボリューム、大ボリュームのですね、サウンドノベルが展開されるんですね。だからストーリーはすごくもうフルボイスで動いてて、おすげえと、私もうそういうストーリーなのねって言いながらずっともう流されっぱなしでここまで来ちゃったんですけど、まあそんなわけで私今チュートリアルは終わった状態になっております。まあそういうストーリー重視なところがあるのでね、まああまりネタバレはしたくないということで、ぜひ皆さんダウンロードして楽しんでいただければなと思います。まあ今回はそんなわけでね、今回はネタバレにならないようパズルゲームの部分をですね、プレイしていきたいと思います。いきなりですね、舞台なんですがチュートリアル終わった後に弾けるガチャで、まあ、召喚って言うんですけども、その召喚でいきなり星5引きましたいきなり星5、もう完全にこれは勝ったなと、やったぜベイベーっていう感じなんですけれども、こちらのキャラを使って、と待ってくださいよ、待った待った、実はさっきログインしたらまたね、レア召喚ができるんですね。レア3以上のキャラクターを召喚することができると、太陽石を5つ使う、そして私は今9つ持っている、つまりもう一回引こうということです。さあ行ってみよう。星5出た後ですからね、ひょっとしたらリアルラック使い果たしているかもしれない。さあどうだ、カムヒア、星4ですね。双剣、爆炎剣豪オルガちゃんと、オルガちゃんじゃない、オルガね、あボイス、なかなかやるなお前。なんとキャラにもボイスがあった、初めて知りました私これ私初めて知りましたこれ。なるほど、じゃあこの子も含めてちょっとパーティーを組んでみましょうか。コストの上限超えてた、入りました。なんで後ろの方に入ってんだって話なんですけど、ここの溝はなんだっていう、これが主人公とこう召喚された人たちの溝なのかっていうところなんですけども、この黄色いキャラがですねリーダーになってるのが主人公ですね。このユキト君が要するにこの世界にどういう経緯でさらわれ、おっとっと、危ねえ、ネタバレになっちゃうね、やばいやばい、どういう経緯でこの世界に来たのかっていうのは皆さんの手で、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、コロッセウム、このチュートリアルはクリアしたんで、次の首都マスナル城下っていうところに行ってみましょう。はい、というわけで他にもですね、これ助っ人を選べるんですけども、まあまだ皆さんプレイ始めたばっかの方が多いということなんで、じゃあ私はですね、このレベル11のちょっとかっこいいキャラを持っている闇夜のギガスさん、この方を助っ人に加えてプレイしてみたいと思います。行くぜ挑戦。負けないぜ。さあ負けないぜ、さあ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 始まりました。まあパズルゲームとしてはオーソドックスな感じなんですけれども、これですね、実は形でそれぞれ名前がついていて、例えばですね、いけるかな、こうか、これで確かグラビティっていう、だからこう、そう、形によってこう効果が違うというか攻撃力が変わったりするような組み合わせがあるんですよ。で例えば今がグラビティだったんですけど、どうしようかな、チュートリアルで教えてもらったのは十字に切るクロスっていうのがあってですね、これでクロス、これでまあ火力が上がるという話で、これは一発です。よしボス戦来たぞ。でも基本的には5つ揃えれば、全体攻撃になるというやつで、例えばここだったら今闇キャラ持ってるんで、そうグラビティ入れて5つ入れてドヤで一発です。うまくコンボをつなぐことで強力な攻撃を繰り出すことができます。その通り今やってた、はいはい、そんな感じでですね、こうクリアしていくとですね、次のストーリーがまた
始まるっていう、多分だからこれまた押してですね、これをどんどんこう下に書いてあるんですが、目的地も分からずユリアについていく勇気と妙に熱く感じる場所だというところから今ニューになっている場所、ユリアは 顔色一つ変えていない、女性に負けていられないと、これが多分主人公のユキト君の気持ちなんですね。だからこれをある程度クリアするとまたこうサウンドノベルが入ってきて、この世界でこの子がどう行動するのかっていうのが分かっていくというところで、この場所を駆け抜けようというところでございますね。ついちょっとスキル使いたいんですよね。せっかく当てたレアキャラのスキルが使いたいんで、ちょっと貯めたいなと思うんですが、ハートを残してわざと殴られてみよう。あ、強すぎるんだよなやばいやばい、ハートを貯めてどころじゃないぞこれは。あ、ヒールクロス初めて見た。へえ、そんなのもあるんだ。ちょっと待って、でもね、あっとたまらないんじゃー。あ、まずいですよバトル3までしかないのに、やばいやばいやばい、バトル3までしかないのにもう全然たまってない。スキルを打つ前に終わりそうな。わかった、あえて食らおう。どうぞ。あ、ひょっとしてこれってちゃんとコンボにならないと上がらないやつだった。まあ本当は溜まったらスキルが打てるんですよ。がしかしもうこれはスキル打てないんで、じゃあしょうがない、全力で潰しに行こうっていうとこですね。はいはいはい、ロックコンボ一発強っ。いやいやいや、これです。舞台メンバーのアイコンが光ったら神技、まあスキルですね、神技を使用するチャンスです。強力な神技で敵を殲滅しましょうっていうより、通常攻撃が強すぎる、やばいこれやばいですね、ちょっと強いキャラを引きすぎた。負けないぜ。負けないんですよね今のところ、負けなしなんですよね。ちょっと横フリック一回だけだったら、あ、やっぱりたまんない、スキルたまんないです、これたまんねえなさ、容赦なさすぎ。これ初期キャラだったらね、ひょっとしたらスキルをお見せできたんでしょうけど、しまったな、申し訳ない。はい、3コンボでこれですからね。ちょっと強そうな敵が出てきてるんですが、多分今のこのレアキャラをたくさん持ってる私にしたら多分これで終わった気がしますよ。強いですよ私。さあ行ったか、ワンパンマンか。よし、おっと、ワンパンで終わらなかった。意外と硬くなってきましたね。いいんじゃないですかこれ。ほい、容赦ない一撃、お疲れ様でした。こういった、パズルゲームクリアし、多分これで終わりなんじゃないかな。ほら新エリア、太陽石1個、もうまた引けちゃうじゃん私これ。で次のとこに行くと、このマスナル、南街道、ここに行くとストーリーが進むという感じでございます。では最後にですね、もう一度私ガチャを引いてですねって、完全に完全に中毒じゃねえかっていう。さあタッチ、もう一個ぐらい星5来てくれても私怒んないよ。さあウェルカム、ウェルカム星5543と下がってきた。あ、でも水属性で強いのいなかったんで、まあ、星3でもね、ドロップしてるような水属性よりは絶対強いんでね、これを入れて、まあ属性が合わないですからね、ぶっちゃけ火属性強いのが来ても水属性どこ行ったら半減されちゃいますから、よし組み込んでやっていこう。そんなわけでね、皆さんもね、ぜひこのゲームをですね、ダウンロードしたいと思った方はぜひダウンロードしてプレイしてみてください。ちなみに、私はですね、このユキト君さっさと元の世界に、あっとネタバレ、はい、ではこの辺でまた。